名古屋外国語大学、名古屋学芸大学、キャンパスインビテーション。名古屋外国語大学、名古屋学芸大学、キャンパスインビテーション。さあ、ここからは名古屋外国語大学や名古屋学芸大学の在学生、卒業生をお迎えし、受験生を応援していく5分間です。今日は名古屋外国語大学現代国際学部国際教養学科3年、高村さんやさんお迎えしております。高村さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。早速ですが、はい、高村さんが名古屋外国語大学への進学を決めた理由から教えてください。はい、私がまずもともと英語を使って将来仕事をしたいと思っていて、はいはい、でその中でやっぱりオープンキャンパスとかも何回か来て、うん、でやっぱ外国語大学なだけあって、うん、外国人の先生方も多いですし、うん、外国語で行う授業とかも結構多いので、うん、やっぱり自分が英語をしていくためには一番この大学がいいなと思って決めたのと、うん、あと私が所属しているのが国際教養学科なんですけど、はい、その名前の通りにその1個の分野だけについて研究するとかではなくて、幅広く教養を深めるという授業が結構多くて、うんうん、やっぱそういう教養を深めることは英語をツールとして仕事するために絶対大切だなと思って、うんうんうん、という気持ちでとあの入ったんですけど。なるほど、はい、きっとねこう語学学びたいって思ってる方も多いと思うんですけども、はい、その中でもじゃあこれを一つってまだ絞りきれてないっていう方にとっても すごくいい学科ですよね。はい、いい学科だと思います。そんな高村さんが受験生におすすめしたい一曲、ぜひ教えてください。はい、エクソというグループのパワーという曲です。お、はい、この曲に出会ったのはが2年生の中間ぐらいの時期なんですけど、うん、はい、やっぱその時期は大学生活にも結構慣れてきてしまって、うんうんうん、何事も結構うまくいかなくて、ちょっと自分自身が将来どうしたいかとかが分かんなくなってた時期でもあって、うんうん、でその時期にこの曲がリリースされて、うんうん、で私がもともとエクソというグループが好きだったので、うん、そのリリースされた時に聞いたんですけど、初めて聞いた時は結構これエクソにしては珍しい曲だなと思って、でなんかでも曲調がすごい応援ソングっぽいなってずっと聞いてて思って、うん、で歌詞を見たらすごい励まされる曲で、うんうんうん、でこの曲がな K-POP の特徴でもあるアップテンポと繰り返しが多い曲なんですけど、うんうんうん、なんかすごいそれでなんかもう聞いててもう励まされる感じがして、はい、気分も上がって、私がもともと実は K-POP 好きになったのが第二次韓流ブームって言われる2010年頃からなんですけど、ほうほうほう、その前はずっと J-POP が好きだったんですよ。あ、はい、そうなんですね、はい、そこからまた K-POP の魅力にも気づいて、はいね、今もずっとハマり続けているという、はい、そうですね、まあ、でも J-POP も好きだった高村さんが思う K-POP の魅力、これもぜひ教えてください。はい、はい、私が所属するゼミで去年1年間一つの情報だけを見るのではなくて、うんうん、多角的にものを見ることに集中してやってきたので、うん、私なりにこの J-POP と K-POP を分析させてもらうと、お、いいですね私が考えるまず2つの違いは、うん、J-POP は歌詞のメロディーが大切にされているんですけれども、うん、まあ ね、それに対して K-POP はリズム感が結構重要視されていると思うんですね、うん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 、で、うん、J-POP に比べて K-POP は世界でも結構ヒットする曲が多いんですけれども、うん、その世界でもヒットする K-POP の曲の特徴としてなんかほとんど同じリズムで同じフレーズを結構繰り返す曲が多いんですね、うん、でその理由もあって韓国内だけじゃなくて、うん、韓国語がわからない外国人でも乗りやすくて、うんうん、言葉が分からなくても無意識に頭に曲が残って乗ってしまうっていうのがあって世界のヒットにつながるのではないかと思います。おお、すごい、はい、あと J-POP アーティストの中でも、うん、特に世界で活躍しているキャリーパンパムさんとか有名だと思うんですけど、うんうん、そのキャリーさんは K-POP のように同じリズムとかフレーズを繰り返している曲が多いと思うんですね、うんうんうん、なのでそのキャリーさんの特徴である原宿っぽいファッションだけではなくてこのような曲調の曲を歌うことも、うん、日本語がわからない海外の方にも受け入れられている理由の一つだと思います。すごい分析力ですね、 ですね、まあ、でもそれこそ国際教養学科っていう学科でいろんなこう世界を見て学んで、はい、その文化の違いとかも見てるからこそのその分析なんでしょうね、はいはい、分析するの楽しかったりしますか？そうですね、好きな曲だったり、はい、まあ、好きなジャンルだからこそそういうのが楽しいのかなと思いますけど、ね、はい、今回あの紹介してくれたエクソもやっぱりそういう魅力が詰まって、はい、そうですね、結構 K-POP の特徴がもう明らかに出てるなっていう思うグループですね、うんうん、もう今の解説たくさん聞いたら高村さんがもうエクソどれくらい好きかというか、はい、K-POP どんだけ好きかっていうのは分かっ
だと思うんですよ皆さんも、はいはい、でそれがまあパワーソングになってるなとも思うんですけども、うんはい、このパワーという曲を通じて受験生に伝えたいこと、はい、何かありますか。この曲の歌詞の中に、うん、悩みはもういい、時間は今でも流れてる、旅立とうイヤホンから流れてくるメロディーで、うるさい騒音消してっていうフレーズがあるんですけれども、はい、やっぱり学生だといろいろな悩みがあったり、受験勉強などで将来が不安になったりすることが多いと思うんですけど、うんうん、この歌詞のように音楽を聴くことで何もかも忘れてリフレッシュすることは本当に大事だと思います、うん、悩んでることはいつまで悩んでても解決しないと思いますし、音楽を聴くことでリセットして考え直すのもすごいいいことだと思うので、特に K-POP のようにアップテンポで繰り返しの曲を聴けば、もし韓国が好きじゃない方でもやっぱり勝手に乗ってしまって気が楽になってストレスを発散できると思いますし、なんか口ずさんでしまうことでやっぱりそれもストレス発散にもなるし、少しでも楽しい気分になれると思うので、うん、やっぱり受験勉強で不安になったりすることがあったら、ぜひ K-POP を聴いてみてもほしいなと思います。すごい素晴らしいK-POP も伝えつつ受験生へのメッセージいただきました、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございます。名古屋外国語大学、名古屋学芸大学キャンパスインビテーション、今日は名古屋外国語大学現代国際学部国際教養学科3年高村沙耶さんにお話を伺いました。